センチュリーの USB 小型液晶モニター株式、会社センチュリーは東京都台東区に本社を置く電子機器メーカーである。代表的な製品としてハードディスクドライブケースのラゾクシリーズがある。マスコットキャラクターはラゾク坊やセンちゃん。近年では主力事業になりつつあるミハリ版シリーズの販売が急速に伸長している。特に高度地震速報機の自治体案件の マーケットシェアは95%を超え、一般法人、個人向けを合わせると導入件数は35,563台になる。また、中学校、科学1の教科書や福徳本にも、製品、社名が掲載され、広く、社会に認知されている。今後は、巨大地震後の津波や水害に対応するべく、津波、水害の見張り板を順次、市場投入し、 防災事業の基盤をさらに強化していく予定である。ラ族シリーズはセンチュリーの展開する HDD 周辺機器のシリーズ。HDD をバルクで使用しているユーザー向けのシリコン製 HDD ケースラ族の服が最初の製品で第2弾となる段ボール製 HDD ケースラ族の村もヒットしたことからシリーズ化した。奇抜なネーミングはべて前社長の小川博久が 決めていた。ラ族坊やセンちゃんというマスコットがおり、製品のパッケージに描かれている。全裸の股間を HDD で隠した格好をしている。諸外国にも輸出されている。香港とマカオでは、日本と同じ、ラ族のネーミングで日本と同じパッケージで売られており、特に、ラ族のお立ち台は2万台を売る、大ヒットとなり、ラ族坊やも人気だという。ただし欧米や中東では、 裸のキャラクターは NG なので、それらの国では別パッケージで売られている。ありがとうございます。